私もキリストの復活を覚え喜び祝う恒例の首都圏イースターの集いが今週8日日曜日、新宿区にあるヨドバシ教会を会場に開催されました。世の中もまたキリスト教会も危機的な時代を迎えつつある今こそ、よみがえりのキリストにある希望を伝えなければなりません。日本のキリスト教会にとって危機的な時代と言われておりますけれども、そのような時にこのイースターの原点は復活のキリスト、イエス様によってよみがえりの力が与えられる。もうこのイースターの集いは日本のキリスト教会の現状の中では最も大切な集会になると思います。そういう意気込みで今年は新しい思いで日本のリバイバルを求めて、この首都圏イースターの集いを今日ご用意させていただきました。おなじみの救世軍スタッフバンドの演奏で幕を開け、高木実行委員長が挨拶をすると、引き続き救世軍バンドがソリデオグロリアと賛美歌我が君イエスよの2曲を演奏しました。また今年も協力協会連合聖歌隊が結成され、聖歌168番いざ人よを改修とともに賛美し、続いて定番となったハレルヤコーラスを息もハーモニーもぴったり揃った圧巻な歌声で賛美しました。今年の音楽ゲストはシンガーのほか作詞作曲家としても活躍しているホリー・ローレンさん、ゴスペルピアニストの山本裕太さんの奏楽に合わせ、アメイジング・グレイス、聖歌カルバリ山の十字架、そしてオリジナル曲の You Are the Answer を熱唱しました。イエス様が蘇られた、そしてその十字架のことに思いを止められるような曲を選びました。ずっとこのイースターに備えて私出エジプトを読んでたんですよ。1ヶ月間、そのイスラエルの民が、ね、契約をもらって、でいろんな捧げ物の話とか出てくるわけですよ。それ読んでると新約聖書のイエス様のストーリーがどれだけなんかつながってて意味があるかっていうのがなんかだんだん分かってきて、なんかすっごい感動しちゃって、あ、そのイエス様の血潮が私たちもそれによって清められてるってのやばいじゃんみたいな。しかもその当時のね、動物は死んじゃってそのままだけど、イエス様よみがえられた、そんな血潮で清められた私たちって、あ、もうやばいよね、ほんまにやばいなと思った。メッセージは巡回伝道者岸義弘氏がヨハネ11章25から27節の御言葉から、人生は死によって終わらないというタイトルで語られました。騎士は冒頭、この箇所はイエス様自ら自分はこういうものだと自己宣言をした衝撃的な、かつ聖書の中で一番重要な言葉だと述べました。しかもここで言われる私という単語は、言語で自分を格別強調した私だけ、私以外にいないという意味を持っており、この私こそが唯一よみがえりで命だというのです。さらに聖書の中の命という単語には2種類あるとし、まず1つ目はプシュケーといい生物学的な命を指します。つまり生まれてきて死ぬまでの地上の動物や人間の命を言います。もう一つは造営という言葉で、これは神が持っておられる永遠の命を表します。私はよみがえりであり命であるというこの命は造営という言葉が使われています。十字架上で人間としての命プシュケーを捧げられたキリストは復活し、神様の永遠の命造営をもって新しくされ、再び弟子たちの前に現れました。教会のシンボルであるイエスの十字架は私たちの罪の身代わりであり、私たちを罪から解放し復活の命によって天国に迎え入れてくださるという神の愛の現れです。人間として生まれてきた私たちのプシュケーの命はやがて終わる時が来ますが、キリストがくださる造営の命は永遠です。しかしそれは信じないと与えられません。
イエス・キリストが十字架にかかり私たちの罪を許してくださったこと、そして復活によって永遠の命を私たちに約束してくださったことを信じ、プシュケーから造営への命を得て新しい人生を生きていこうではありませんかと回収に促しました。イエス様が、自己紹介というと軽いですけど、自分が何者であるかを、世界に向けて宣言された、聖書の中で一番大切な、お言葉を取り上げて、そしてそのイエス様を救い主と信じたら永遠の復活の命をいただくことができるという、罪の許しだけでなく復活の命をね、この希望について皆さんにお伝えしました。メッセージを受け、キリストを信じようと決心した人、献身の思いが与えられた人、また神から離れていたけど再び立ち返った人など、次々と前に進み出てその決断を表明しました。彼らだけでなく、ここに集った全員が今も生きて働かれる復活のキリストの恵みによって新しく変えられていました。私も教会に行くようになって洗礼を受けて30年以上になるんですけれども、まあ、途中冬眠時代もありましたし、まあ、信じてはいるけどなんとなく形だけになってた時代もあります。まあ、今日のメッセージで目が覚めたっていうか、ね、まあ、ちょっともうちょっと勇気があれば前に出て行っていたんですけど、ちょっと今日はここで、本当に素晴らしいメッセージでしたね。今日ホリー・ローレンさんの賛美が聞きたくてここに来てたんですけど、実際に聞けて賛美がすごい良かったんですけど、メッセージの岸先生もすごいよくって、まあ、イースターどういうものか分かってたんですけど、改めてイエス様の復活で私たちがまたよみがえりというか、信じることによって新しい命をいただくっていうのはすごいことだなと感じました。キリストの復活によって限りあるプシュケーの命から造営という永遠の命を与えられた喜びを今一度かみしめることができた今年の首都圏イースターの集い、それぞれの場所でそれぞれの命が輝きを放つことを期待します。